初月を売る、振り売り機、田川森貞、森貞万光の差し絵三代目、歌川国貞と二代目、歌川広重の合作、江戸自慢三十六京日本橋初月を、浮世絵風俗画の揃い物、江戸自慢三十六京の第一系。現時元年観光。江戸の町人女が、日本橋の魚菓子で入手したであろう。初月を手にして帰ろうとしている。 背景には日本橋も描かれており、よく見れば初月おらしき魚を運ぶ振り売りがいる。食文化における春とは、特定の食材について、他の時期よりも新鮮に食べられる時期を言う。日本語に特有の概念及び語であり、日本語以外の諸言語では、英語のシーズナルフードスタッフのように、季節の食材という意味を持つ表現が大役的である。 春のものはよく市場に出回るため値段も安価になりやすく消費者にも嬉しい時期である。漢字の春は10日間の意味で中国ではこの意味しかなかったが日本ではそこから一番良い時期という意味が加わった。旬は次の三通りの違った意味で使われることがある。季節を先取りする走り、または初物と呼ばれるもの、収穫量がピークに当たる時期。 素材が最も美味しい時期。1、希少性から高値になる。日本では、初物を食べると75日寿命が延びるなどと言われ、珍重される。例としては、初ガツオや、早春のタケノコなどが挙げられる。これらはその食材の本来の森の時期の味には、到底及ばないが、初物や産地からの初入荷品であることに対して、際立って高い商品価値が発生する場合がある。 2. 収穫量のピーク期が必ずしもその食材の最高の味であるわけではない。例えば、産卵のために沿岸や内海に来遊する魚介類は産卵期に漁獲量が増えるが生殖腺の発達のために体の栄養を奪われて肥満度が低下し魚の肉質自体は落ちていることが多い。また、農作物では採れたてよりも一定期間貯蔵してからの方が 澱粉の糖化が進み美味しくなる、サツマイモのようなものもある。三、餌をたくさん取り、あるいは日光を浴び栄養をしっかりと蓄えその食材が最も美味しくなった状態である。一般的な農作物などではニット酸が一致する例も多いが、しかし、産卵回遊する魚介類ではニット酸の時期が全く一致しない場合も少なくない。例えば、 マダイやサワラは春に内海へ産卵回遊して高くされるので春が旬とされることが多いがにに述べた理由から産卵期である春は肉質が悪く肥満度が増加してうまくなるのは夏以降である。春のマダイは桜ダイと呼ばれて旬で脂が乗ってうまいなどと評されることがあるがこれはその時期のマダイしか食べたことがない人の思い込みによる評価であろう。 この例のように、魚介類では2と3の時期が、しばしば混同され、高くされる時期にうまくなると思われていることが多いようだが、実際には、その逆であることが多い。1970年代以降、魚介類の乱獲や、地球温暖化による異常気象などの影響で、春の時期のズレが起こっている。また、冷凍技術の発達、ハウス栽培。 高速道路の整備や航空機など輸送手段の高速化などにより南半球からの輸入などを含めた遠隔地から運ばれる食材が増えたため旬がわかりにくくなった。クリスマスケーキの需要が多くなりショートケーキには必要なイチゴを早期に出荷するようになり店頭にも早くから並ぶため旬が冬に移動したと思う消費者も多い。本来の意味から転じて話題になっている人や者。 果ては逆などの文化的な対象にも同様に用いることがある。魚介類は高くされる時期を示し、必ずしもうまくなる時期とは一致しない。ありがとうございます。